どうも、俺たち、しぼりゅうです。よお願いししまーす。す。ラジオ。変やて。何が？画角。ラジオということで、今日はちょっとね、香川の方に来させていただいてまして、で、今、久々にね、ちょっとホテルで、ホテルで撮ってるよ。あんま大きい声出せないんですけども。変やって。何が？二人でこうやってあぐら。いや。自分がどんだけ危険な武器を持ってるかっていうのを気づきなさいよ。おかしいやん、こんなん。何がやん。一人だけそっち向いて一人だけこうゴーレンジャーやんけお前。どういうことなの？なんか合体してなんかゴーレンジャー。ゴーレンジャー合体してなんか黄色はこっち、赤はこっちとかあるやろ。ゴーレンジャー、こうやってあぐらかいてやったらいいよ。ダメダメダメ、ごめんごめん。わかるやん、自分で。今日も塀山ほどこいて出した。俺、許さんって言ったやろ。あれはもうね、あとリュウさんは4年したらなるかな。なんで俺の方が年上やの？お前よりも後に来るの？もう出るのよ。いや、ガンガンガン。ほんまに。ダメだ、危険、危雑巾絞りと一緒やんな。キュッてやったら険。絞水出ったるらのとぶっ一緒。てだよね。すいませんって言ったらここで。いや、マジで腹立ったわ、あれ。何してんの？ちょっとひねるだけでボッとのこういうさ。出んねん、あれ。いや、まあ、いろいろありましたよね。あった？はい。福岡行かしてもらったり。ああ、なるほどね。あと、まあ、あれあったわ。わらむぎ。この10日の日曜日なんてね、ゴステやらせていただいて、無限大で大変やったね。ありがたM1 やろ。い。M1、や、3回戦のそこや、とさっき言違えうわ、や。思い出した。何？ひろゆきマーク2さんのコーナーライブで、俺のケツの震えが止まらんだった。M1 やろ。めっちゃ痛かったまわ。ず M1 の話俺、やろ。ほんまに冷や汗止まってもんだって。すごかったけうわ、汗かいて、お前、やっぱり。最初はやり過ごそうと思ってたよ。やけど、もう痛すぎて、もう何にも。すいません。医師と関係なく、ケツが震えますって言われて。肉離れみたいなことが起きてたやろ、なんそうかそうそうそう、なんか多感分ね、覚とし内身というかこけて、でそれでお尻打って、でそれでなんかゆっくりぐわーって痛なっていって、松葉杖も用意してもろて。いやそれで、あれほんまに痛かったから、怖いな、でもな、もうそろそろほんまに。もうでも今はね、全然何も筋肉痛にもならず、今日もな、じゃあ昨日なってたやん。またね、昨日またお尻ビキーってなっそうて。そうそう、別でね、もう悲しいですわほんまに。もうでもこんぐらいか。M1 やろ。M1 の話しろや。確かに我々ね、今年、M1 グランプリ準々決勝進出、進出。素晴らしい。素晴らしい。よよくかっやった。たよ。よくやったよ。うん。ほんまに結果発表な、二人でタクシーのいや、中スウでェーデンタクシーでね。聞いてて、はい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 。よっしゃー言うてハイタッチして、リュウジさんがわしにこうやって。あ、ごめんごめんごめん。臭くなっちゃう。もう、スキャンしたら全部臭いやん。足だけちゃうん、足。スキャンしたら全部臭スい。キャンしたらバーコード当てたらめっちゃ鳴る。ビビー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 ビ
て、次やー言うて、うん、去年よりは行ってよかった。そうやね、一歩ずつでもな、うん、でもまあまあ腹立つな。何を？いや、まあ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 、これはまあまあまあ、そのちょちょ、何正直さ、もうラジオこれも収録ですから、うん、正直、はいはい、その3回戦でやったネタは、うん、去年のネタなんよね。あ、まあね、あ、うん、で去年の3回戦のネタボロックソに言われて、うん、うわーって。今年の3回戦のネタは、うん、比較的いい意見が多かったですよ。ありがたいですね。面白かったなんて。下流進化してるとかね、いい感じになってるって、うん、去年からあるネタやね。まあでも確かにそれも思うんやけど、うん、このなんやろな、最後までこれではなかったや。まあ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 ね、結構そのなんやろな、背骨あるだけで、はい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 、他の部分はなかったや。ブラッシュアップしていて今の3回戦のネタになりましたけど、うん、まあやけどな、うん、去年はこの3回戦でやったネタをどうにか順々でやりたいという思いがあって、うん、そう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 、でだから3回戦ちょっと別の、うん、ちょっと一発3回戦通って順々でやるためにこれを温存しようみたいな感じでやったら、めちゃくちゃ滑って、今日、うん、
やばい上するって手負けてな。そう、今年もね、今年今年今年もね今年もそう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 、あまあね、なんとか通ってよかったです。よかったですね。そうですよ、結構もう3回生の動画ブワーって上がってるやん、うん、おもろいコミとかおった龍さんの中で。どこやろ。いやもうそれどこもライバルよ。あほんま、うん、明確には私は言えない。それはもうめっちゃおもろいから全部。あまあね、はい、でわしその3回生の中でさ、うん、大阪の、うん、コウノトリっていうコンビが、うん、おもろかったな。ああ言うてるな。お前でも結構ずっと言うてるよな。コウノトリは言ってんな、うん、コウノトリおもろい。あおもろい、おもろい、新しい。あんな好き。あんな好きっていうかなんか切り口ええなみたいな。なるほど、ね、漫才スタイルとして、うんうんうん、あるあった。あんなみんな見てみてちょっと、うん、あれ好きやったな。どうなの、分からん分からん、うん、俺は別にそんななんか新しいとか、うん、そんなあんまからおもろいかおもんないかで言うと、ああなるほどね。そう、新しいなっていう目線俺あんまないな。あほんま分からんそこに関して。でもさ、その、うん、無限大で、うん、なんかそのザジーさん主催のさ、うん、ネタワンみたいな、あったね、面白い、ネタ面白芸人決定戦みたいな、そう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 、うん、の時にさ、うん、八木さんと、うん、うわウルブギさん、ウルブギさん、うん、ウルブギさんのあのコントのやつ、うん、あれ新しいなと思わんかった。いや分からんな眠たそうこいつこいつ眠たそう、ラジオ急遽撮ってやばいもう今日撮らな時間ないっつって。でそれで言うとお前もめっちゃ眠たそうや。全然ギンギラギン。じゃあお前なそれ言うんやろ。ギンギラギンよ。これしかも見てる人分からんのよな、下田の眠たそうな感じって。あやっぱこの真横にないと分からん。めっちゃね、俺もう分かるもん、もう目のクマとかやばいで。いややばいでしょ。じゃあ俺はもうだって常にあるやん、標準装備やけん。いやすごい。じゃあお前はもうなんかここ最近さめっちゃなんかクマできてる。出てきてる、うん、なんでやろな。まあ結構朝早かったりするの多かったりするけんちゃう。なるほどね、うん、おい香川か、うん、今香川ですよ。いやいいね、めっちゃかった。さっきもねご飯屋さんちょっとその香川におる吉本の社員さんに聞いてね、うん、うんうんうん、はい、で美味しいちょっと骨付き鳥とか食べれるところみたいな言って、うんうん、あここいいですよ。夢やねんな、うん、めちゃくちゃうまかった。うまかった。で結局私がねもう一文無しになってね。これほんまめっちゃもうすごかったのはさ、ほんまそんなんできんのって思ったことあんねんけど、うん、もうほんまに一文無しでこのホテルに水なくって、うん、あっかん水ないと思って水買いに行こうと思って、うん、財布見てあっかんゼロ円やってなってそのなで龍神さんに1000円だけ貸してっつって入って、ほんだら龍神さんがまた、うん、分かってるよなでパンツズリーってズリ下ろして、龍神の立派なもんがブラーあーシャブ来ますね気持ちいいやしゃぶ。お前そんなん言うてないやろ言ってなんかいかつすぎるって。いかつすぎるか。それいかついってそんな嘘ばってるんやったらだめ。あ言ってないっけ。言ってない。言ったとするんやったらなんて言ってたっけ本当は。いや言ったとするんやったら俺はもう一括のねお話しかも明日ふんどろ一括の友人やっていうことになるから。違うそれでそれで、うん、どうぞ。でなんか俺パンツずり下ろしてんねんけど、お前夢の話聞いたろ。そのゾウさんがさ、うん、戦闘態勢じゃないゾウさんなのよ、うんうんうん、なのに、なんかあれさ、通常時でもできるお前、グロすぎるやろ、だからそのな、やってないことをやったもうあれ、じゃちょっと待って、しっ、オッケーオッケー、怖い。あれ通常時でもできる。ほんまにもう、やめてな。ちょっともう、そういうさ、うん、もう印象操作でしかないから違う違う、やってもうやめて、ほんまにやめてやって、ちょちょ、ほんまにやってた、ほんまにきついやって、ちょちょ、ほんまにそれだけ言って、わしが持ってるか持ってないかだけ言って。盛りすぎ、持ってないやちょちょ、やっぱりやっぱり持ってないや。いやだから、もうそれ、そういう、もうディベートになるんやったら、うん、まず対等な立場になるために214,520円を返してって言ったんや。あ、でも今日1000円貸すけん215,520円や。ヒューちゃうおいずるいんよお前ヒューちゃう
すぐヒュージャックマンになるけんな。ウルヴァリンのかっこいいけど、いいよ。いや楽しかったじゃないですか今日も。いや香川楽しかったね。香川楽しいわ。あのボートレース場で、うん、営業を呼んでいただいて、はいはいはい、でまあ2ステあった後に、うん、実際ラスト3レースを、うん、なんかねボートレース場ってあの生配信してるんですよね、うん、YouTube で、うん、でそこの配信ブース行かせてもらって一緒に予想しようみたいな、うんうん、ねおもろかった。おもろかったな。なやっぱ上は、はい、私ね見事一番最後のレース大当たり当てさせてもらって、すごいね。結構ねやっぱ3レースやけん、うん、当たらない人ばっかりしな。そうそうそう、なんか、誰だっておかずクラブのオカリナさん、うん、が当たっただけで。でもなんかあれも言ってなかった、あの鬼越トマホークさん、ああ酒井さんね、うん、酒井さんも当たったっつってたな。ねうわなんか嬉しいわほんまに。なんかこう並べたな。そうボート好き芸人としてはね、うんうん、非常に嬉しい。どんどん羽ばたいていってるよボートが我々の。いやなんか嬉しいな。ボートレース場行ってもさ、うん、声かけてくれる。めっちゃ声かけてくれるやん、うん、ありがとうございます写真撮ってください、うんうんうん、めっちゃ言ってくれてね。その生配信の時もな、うん、一緒におい石森流応援してますみたいな、うんうん、あったな。チンチロやらんのとか言って、うん、いや今回チンチロやらんのよそんなん今、うん、でもありがとうねそうやって声が、うん、あいやいやいやいい、あ同時に喋ってくる。めちゃくちゃやばい。ファンの人がな、めっちゃやばい。喋りたいことあんねんやっぱ。そう俺もずっと言ってる。しかもマイクも通ってるから結構声大きく通っとるはずやのに、うん、ずっとターンずっと俺のターンみたいな。いやよかった、あれも可愛らしかったで。いやいかつかったよ。可愛いよあんなの。なんかねそのカップルで来てくれとったりね、うん、うんうんうん、あとね、うん、お子さんがおったりね。お子さんおったね。ねライブの時お子さんが言うデベ買うわっつって、うん、1番から6番で何が好き？不安なの。わからない。不安だから。って言って。綾波レイみたいな。何番でもええよ。そう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 。1、3、4、0。えぐ。おもろい。えぐいえぐい。中学生くらいの子が。中学生ちゃうであんな。嘘。めっちゃ小学生で。小学校低学年。マジで？服装中学生ちゃうかった。服装中学生ちゃうかった。確かにちょっとセーラー服みたいな着とったけど。そう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 。いやいやサイズがほんまにお前の顔ぐらいしかないと思う。えちっちゃ。いや俺の舞台上から見たら。ちいやそりゃそうやろ、うん、舞台上から見たらちょっと下がんねんからそんくらいやろ。いや違う違うやん。違うんかい。そこまで遠くないやん。そこまで遠くないやんやん。いや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 、まあ、そりゃしゃあないよ竜さん。もうやばお前。なあほんまにちょ盛りすぎやわこいつ。なあ持ってないや。今日に限って盛りすぎ。持ってないやマジで。のこれすごかったマジで。ちょほんまにやめて。もう俺もしもそのいつかねそういうことする日にその女性がもしこれ見ててあれ全然ピクつかんやんとかお前らどうするの。話とちゃうやんって誰が思うね。う話ちゃうやんと思うかもしれない。そんなわけないやん。じゃあ、あるってほんまにないこれに関してはあります。しゃあないよそれは。しゃあないすごいことほんまになんか違う違うなんかあのレベル弱いスタンガン当ててるみたいな。ダン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 いや低周波治療器とかでええやん。何なんだろレベル弱いスタンガン。低周波治療器やろすごい。あれどうやってんのマジで。それだけ教えて。いやてかやってないけん。やったことないけん分からんのよできるかどうかなんて。えちょちょ無自覚マジで。ちょちょマジでいくら。ちょその脱いで俺がお前にシャーブレって言ったと、うん、いかつい。それで俺がピク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 動かすのと、それはやばいって。それは俺よそお前の想像の中の俺。いやちょっとめっちゃ笑ってんのほんまにえぐいわ。ちょっと笑ってマジでずる。これはリュウさんずるすぎる。それはなしよ。ちょちょちょお前おもほらもう胸元もめっちゃ丸出しやったかもこんなやつ。危険かも結構。エースやるぜ。怖いわほんまに。マジでえぐい。お前ほんまにそういうとこえぐいよな。やばすぎやばすぎやばすぎ。ほんまにやばすぎる。ほんまに。ちょちょ、ほんま、ちょ待って、ほんま、もうごめん。ほんまにやめてくれ。ほんまにやめてくれ。これなんかわしが変みたいになってるやん。ちょっと変な、お前。きつすぎ。ちょっとたまらん。
ほんまに大嘘。ほんませっかくさ、M1 も通って、うん、頑張ろうって言ってんのに、うん、それ亀裂走るわ。それは亀裂。戦慄やろ。いや亀裂やろ。中、俺らの中に亀裂走ってまう。走らへんよ、そんなもん。ちょ、もうきつい。わしが修正してあげる、こうやって。いやあ、ほらみんな見た。こいつの誘導。完全にこいつのやりたいことやってまいりました。こいつの誘導。ほんまにすみません。ほんまにすみません。あ、ダメだ、胸元だ。もうやめよそんな話。うん、何やったほか。何がや。なんかこの1週間。この1週間。うん、もうこんなもんですよ。リアルな話。こんなもん。リアルな。あとね。YouTube ねちょっと一日更新できなかったのほんまにすみません。すみません。あれねちょっとね指輪のアホが。指輪のアホが。うん、ちょっと体調悪いなって思ってできなかったんですよ。ほんまにそれは申し訳ない。指輪もねでももう全然元気に復活して。元気復活して。よかったよかった。というわけでちょっと更新またしていくと思います。はい。ねあれだけやっぱそういうのあるよ。でも告知せなあかんな。告知せなあかん。ね、でもなんかうまいことさ。このいつも8時投稿やねんけど、うん、うまいことなんか深夜12時になって、うん、で次の日朝の投稿になってみたいな、うん、うまいことなんかバレへんようになってなんかな スライドさせてそう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 結局なんか感覚的に言ったら、うん、なんかちょっとわいやいけてたかみたいな感じあったのそう毎日投稿くらいの感覚やからでもダメやなせっかく毎日って言ってたから指輪これできんかったから、うん、ちょっと処遇考えるか食欲何なんて言ったなんて処遇処遇どうするかってこといやもうそんな難しい言葉使わんといてさなあ指輪のことなんかやっちゃうかとかそこまで濁してちょっと怖ない指輪やっちゃうかって言ってんのいや怖ないよめっちゃ怖いって怖ないよまたパンツおろおろしちゃうもうやちょっともうほんまやめてそれほんまにヤバすぎるヤバすぎるもう決まりなヤバすぎるって来月一括なでそれずるいやんそんなんされてさ俺これだけであっ熱っ治った痛い治った痛いよ何が心がロンギネスの危ないギジレギジレちゃう心が痛いとかやめてやもうなんかさストレスなってますみたいなどっちなん、いやいやいやめっちゃ喜びや正直喜びです嬉しいよな嬉しいですいやもうなんかもうええわ言わしとるみたいなもう終わろう終わろうもう言わしとるみたいなやったらもうええわ17分まだ17分いつも35分くらい撮ってんねはい今日は17分カロリーが足りないカロリーが足りないあんなにいっぱい飯食ったのにカロリー買えないお前元気にしてあげようかお前やん結局マジでめっちゃ怖いんやってお前をホテルの部屋に入れるこれな俺リスクしかないからわしがなんでこんなこと言うかっていうとリュウジさんの真似してるだけやねよう言うよなほんまに弟兄貴の後ろついてきてるだけよ熱っほんまによくないってな分かったよくないよくないってさこっちのセリフやでほんまにむちゃくちゃ知らないってこっちのセリフやでマジでこっちのセリフマジでこっちのセリフじゃあもう一括返してくださいこれはこっちのセリフ一括で払わしてくださいって言うとさっきのセリフしゃあないやろ215,520円そうお願いしますあれお前な元気出さしたるわほらおいでな何で元気出さすな分かるやろもうほらくそったりがおいそういうことじゃん体の向きおかしいやろ体の向きはこうでお願いしますあ分かりましたあやめよもうほんまにやめ俺ももうお前のなんかやりたいこういうノリね、うん、このノリねそのためだけに動かされてもう正直きついですもう許してください。本当に許してください。まあまあまあ、真相は3年後っすかね。いやいや、クイズ1年後みたいな。正解は1年後みたいな。正解は3年後の YouTube。いや、正解は1年後みたいな。2027年の11月の12日の YouTube をぜひご確認してください。うん、って話だよね。何しとんの？もう寝よ。もう寝よ。もう寝よ。もう寝ろ。
下田の嘘がえぐすぎた、そういう回です。どうもありがとうございました。